受講生代表の江川です。今回お越しいただきました先生は、目標実現の専門家、エグゼクティブコーチの大平信孝先生です。大平先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、今日の授業は3万9000部を突破したベストセラー書籍、先延ばしは一冊のノートでなくなるの中で、今回の講師でいらっしゃいます大平先生がご解説されている、あなたの先延ばしを撃退するための超簡単ノート術、行動イノベーションノートの実践法が学べる授業となっております。ではまず先生の自己紹介からいきましょう。大平先生、お願いいたします。はい、大平信孝と申します。今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。で、今現在ですね、エグゼクティブコーチ、目標実現の専門家として活動をしておりまして、脳科学とですねアドラー心理学を組み合わせた、独自の目標実現法を行動イノベーションと名付けまして、今現在ですね7800人を超える方々の目標実現のサポートをさせていただいております。で、どんな方をサポートしているかというと、オリンピックのアスリートであるとか、あとは会社の経営者の方であるとか、トップモデルの方、ベストセラー作家の方、ビジネスパーソンの方であるとか、あと学生さん、本当にいろんな方のですね目標実現をサポートしております。はい、でこちらが、はい、で今までに5冊の本を出させていただいておりまして、累計14万部を超えております。で、1冊目が本気で変わりたい人の行動イノベーション、そして2冊目が今すぐ変わりたい人の行動イノベーション、そして3冊目が続けられない自分を変える本、4冊目がダラダラ気分を変える、小さな習慣ですね、はい、これはあの妻との協調なんですけれども、はい、で今日、解説させていただくのが最新刊の、こちらの本ですね、先延ばしは一冊のノートでなくなる、こちらの本についてお話をさせていただきます。はい、ありがとうございます。ということでですね、まずは先生の自己紹介とご著書の紹介でした。はい、そしてですね、この授業のお願いなんですけれども、ぜひ皆さん今回の授業で学んだこと、新しく知ったことがありましたら、学んだタブというのを使ってシェアしてください。皆さんの学びが他の方の新しい学びにつながります。ぜひ学びのシェアお待ちしています。また受講生の皆さんからの質問も募集しております。内容に関する質問、先生の質問等何でも結構ですので、ぜひこちらもお気軽に投稿してください。お待ちしています。では早速ですね、ここから講義に入っていきたいと思うんですが、はい、まず先生から受講生の皆さんに質問があるんですよね。はい、そうですね、最初の質問こちらになります。あなたが先延ばしにしているのはどんなことですかっていうことですね。うん、まずは、本当にお一人お一人先延ばしている内容が違っていると思いますので、うん、はい、例えばどんな先延ばしに今こうちょっと悩んでいたり、ストレスに感じていたりされているのかなといったところをぜひあのお寄せいただければと思いますけれども、はい、はい、ありがとうございます。ということで、まず最初の質問こちら、あなたが先延ばしにしていることはどんなことですかという質問です。皆さん先延ばしについついしちゃうことあるかと思います。ぜひですね、はい、皆さんのその先延ばししていることを教えてください。皆さんからの投稿をお待ちしております。はい、そして早速ですね、もうコメント、はい、そして着席ボタンたくさんいただいておりまして、うんうんうん、あの後藤さんが先生が先延ばしにしていたのはどんな内容だったのかなというコメントくださってます。これはね、後ほどね、後ほどちょっとね、あの明かされますので、楽しみにしててくださいね。先生もね、先延ばししてることあったんですよね。いっぱいありました。はい、はい、楽しみにしてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、はい、何か先延ばしに井川さんはされてることってありますか？はい、あります。私今大学4年生なんですけれど、ズバリ卒論です。卒論は、なるほどこんな目を輝かせて言うことではないんですけれども、それを出さないととか、はい、あのなんだろう、研究は結構好きで進んでるんですけど、うん、あのまあ、やっぱ文章を起こさなきゃいけないですよ。まとめるとなるとやはりね、そうなんです、それがなかなか進まなくて、はい、それ以外ってありますか？それ以外ですか、はい、もう人生、人生全体ですか。本当、あれやりたいこれやりたいっていっぱいあるんですけど、もうここまで来ちゃいました。やりたいことはいっぱいあるけど、はい、みたいなところですかね。そうですね、まあ、ね、目標みたいな感じで、うん、まあ、ここの中にはあったりするんですけど、うん、できてないこともありますね、はい、そうかそうか、はい、やろうと思ってるんだけど実行できてないみたいな。そうです、はい、っていうのが私の先延ばしなんですが、皆さんからの先延ばしもどんどん届いておりますので、見ていきたいと思います。はい、たくさんありがとうございます。すごいたくさん来てますね。すごい来てますね。まずは、うん、例えば苦手な仕事先延ばししてます。今確かに確かに、あと
塩田さんは部屋の片付け、うん、部屋の片付けも ね、ありますよね、はい、結婚なんて方もいらっしゃいます。佐藤さんもう一大事ですね、はい、辻さんプライベートでは部屋の整理です。なるほど。部屋の掃除多くないですか。結構多いですね、はい、山本さんが実家の片付けとかね、片付けもいいです、ね、藤田さんも部屋の片付けということですね、はい、森さんは重要であるが急がない仕事も避けらばしてます。確かに確かに、はい、部屋本当多いですね。原田さん、西原さんとかも部屋の片付けとおっしゃってます。あ、人生全般っていう田中さん仲間ですね、はいはい、あとは企画を書かなきゃいけない、先延ばしにするっていう、ね、企画、そうですよね、はいはい、でちょっとあの最初に行くと、あ、室伏さんは学生です、うん、課題を残してそれ以外を先に進めてしまいますということで。なるほど、わかります、はい、あるあるですよね、はいはい、ありますよね、はい、大城さんこれ面白いですね。 Amazon で必要な物資の注文ボタンを押すの先延ばしにしています。なるほど、あ、それはいいんですかね、はい、でもお金を減るのが辛いから。あ、なるほど、あ、そっか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 、必要な物資の注文ボタンを押すのを先、なるほど、はい、夕食のメニュー決めというのもいただいてましたね、うんうんうん、はい、ということで先生、皆さん の先延ばし見ていったんですが、はい、いかがですか、印象として。そうですね、はい、やはり、まあ、本当に何でしょう、身の回りの、はい、何でしょうね、プライベートのこともあれば、うん、やっぱりお仕事の先延ばしもあるし、はい、やっぱり先延ばしと一口に言っても非常にやっぱり範囲は広いなという感じは受けますね、はい、でそれを踏まえた上でこちらの、はい、改めてなんですけれども、はい、その先延ばしの意味をですね、もう一度ちょっと考え、直していただきたいと言いますか、はい、ちょっとこの事業においてはですね、はい、あなたにとって重要なこと、価値あることを後回しにすること、これを先延ばしというふうに捉えていただきたいな、うん、何でもかんでもその、全てのことを先延ばしするのをこう、はい、撃退しようというよりは、うん、あなたにとって、今のあなたにとって重要なこと、はい、価値あることって何なんだろうかっていったところをですね、もう一度、はい、ちょっとご自身に問いかけ直していただきたいんですね。今のあなたにとって重要なこと、価値あることって何なんだろうかっていうことですね、はい、でそれを踏まえた上で ですね、はい、もう一度、うん、改めてもう一度聞きますけれども、はい、あなたが先延ばししていることはどんなことでしょうか、うん、先ほどのそのあなたにとって重要なこと、価値あることを後回しにすることが先延ばしなんだと捉え直したとして、うん、はい、あなたが先延ばしにしていることはどんなことですかっていう、はい、ありがとうございます、はいはい、ということでですね、こちらでは改めましてですね、はい、皆さんが先延ばしにしていること、今回の授業ではですね、重要なこと、価値あること、後回しにしてしまうことを、今回の先延ばしすることと、はい、捉えて、はいはい、考えていただきたいなと思います、はいはい、まあ、どれもね、大事なことではあるんですけれども、うんうんうん、特にこう重要だったりとか、そうです、今のあなたにとって本当に重要なことにまずは絞っていただきたいなと思います。わかりました。では改めて皆さんの先延ばししていること、どんなことか教えてください。お待ちしています。ではお待ちしている間にですね、まず先ほどの部分で紹介しきれなかった先延ばし見ていきたいと思います。はい、はい、もうたくさん続々と来てましてですね、おー、すごい反応ですね、はい、ありがとうございます。野口さん、ダイエットも先延ばしにしてしまいますということ。なるほど、はい、車のタイヤ交換、結構リアルですね、車のタイヤ交換、はい、リアルですねリアル、なるほど、稲本さんありがとうございます、はい、雪降ってるのに、あ、東北の方とかですね、うん、なるほど、はい、でこちら筋トレとか人生プランを作るとか、ゆうさんですね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。藤田さん、就職活動、周りは動き始めていてちょっと焦りつつという感じです、うんうん、学生さんですかね、うん、はい、ありがとうございます、いつもギリギリですね、コメントですね、はい、就労先延ばしにしていたことがあります、なるほど、人間ドックの受診、渡辺さん、何でも来てました、はい、明日のテスト勉強、田中さん、今じゃないですか田中さん今やらないと福田さん、病院に行かないのに行けてない、はい、あ、これは行った方がいいですね、本当にいろいろありますね、はい、あとはですね、手紙の返事を書くこと、うん、ということですね、うんうんうん、そしてここら辺から、特にまた意味を置き換えてという感じで来てますね、はい、辻さん、特に重要なことに絞ると通信講座の課題です、おーおーおー、いいですね、はい、結構具体的になってきますね、どん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 、はい、はい、うん、桃本さん、夫との真面目な将来の話を話し合うと、ね、相手が忙しいのでついつい後回し、なるほど、なるほど、はい、いいですね、この先数年のビジョンの策定かなということですね、はい、すごいですね、皆さんでもこうやってこう文字化すること自体にやっぱすごく意味があると思いますね、はい、改めて気づかされますよね、そうですね、漠然と何かこう先延ばししてますっていうよりは、今こうやって話していただいたことでもう一段もうチャンクダウンしてるというかですね、具体的になってるんですよね、はい、そしたら手が実はもう打ちやすくなりつつあるというかですね、はい、皆さん素晴らしい、どん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 言語化していってください、はい、
ウェブサイトの引っ越しや、年末調整の書類、確か年末調整、そうそうですね確かにね、はい、皆さん本当リアルな、再就職や書類の提出などなどいただいておりまして、より皆さん具体的になって、具体的になってますね、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、皆さんの先延ばしにしていることをちょっと見ていったんですが、はい、ではここからはですね、はい、先生の講義の方に入りたいと思います、はい、ではまず初めになんですけれども、はいはい、こちらにもあります、先延ばしは一冊の音でなくなるという、この本を書かれた理由というのからまず伺っていきたいと思います、はい、お願いします。そうですね、やはり、もうとにかくですね、もう忙しいと言いますか、この普段1対1で経営者の方のサポートをしたりだとか、はい、あとはコーチングスクールで、まあ、数十人の方にコーチングを教えたりだとか、まあ、セミナーワークショップ等々もいろいろあるんですけれども、はい、やはりどうしてもサポートできる、人数にも限りがありますので、そういう時にやはり本という手段を使うことで、やっぱりできるだけ多くの方にですね、この先延ばしのストレスから解放されて、自分の本当に生きたい人生を生きていただきたいなという、そんな思いで書かせていただきました。そして、もう一つありまして、はい、実はですね、2年ほど前の話になるんですけれども、次男がですね、6歳の頃にですね、はい、まあ、こんなちょっとフレーズですね、お父さんいつも後でねって言うけど、その後でねいつ来るの、そんなフレーズを一言ですね、私にこう投げかけてきたシーンがありまして、はい、で当時はどんな状況だったかと言いますと、はい、1冊目の本が、その前年2014年に出まして、はい、うん、でおかげさまで、5万部を超える、まあ、ベストセラーといいますか、はい、まあ、すごくいい形で取り上げていただいたので、うん、まあ、仕事の量が一気に増えてしまったんですね、はい、なので、まあ、家族のために良かれと思って、もう家にも仕事を持ち帰って仕事をしてたんです、はい、でその仕事をしている時にお父さん遊ぼうって言うけど、いや後でねって良かれと思って断っていたんですけれども、はい、でもその後でねって、それっていつ来るの、うん、っていうふうに次男からある意味ちょっとこう、なんでしょうね、涙ながらにというかですね、こう、言ってくれたことがきっかけになりまして、はい、自分も何か大事なことを先延ばししてないかと、仕事もいいんだけれども、はい、本当にその子供が遊ぼうって言ってくれてるのに、それを断ってる自分で何か大事なことを先延ばししてないかなって思ったんですね、はい、なのでこの言葉がきっかけで、もう後でねっていうのはもう封印しました、はい、あ、もうそれ以外はじゃないんですか。もうそれ以降はですね、はい、遊ぼうって言われたら、はい、OK って言って、絶対遊ぶ絶対5分か10分は最低遊んでからまた戻るんで、はい、なるほど、はい、ちょっと安心しました。そうといったことで、はい、本当にもうね、子供が大きくなってしまったら、はい、一緒にこう、なんでしょうね、無邪気に遊ぶこともなかなか叶わないかもしれない、はい、そんな風に思った時に、やっぱりこのかけがえのない、代替の効かない時間というのは、はい、先延ばしにすべきではないという風に思いまして、はい、そんな風にしてます。なるほど、息子さんの一言が結構きっかけだった、はい、そうですね、そのきっかけでこの先延ばしの本を本当にもっともっと書き進めて、はい、いろんな方にお伝えしようという本当に最終的なきっかけになりました。ありがとうございます、はい、そして受講生の皆さんもたくさん先延ばし挙げてくださったんですけども、はい、皆さん気になっているということですね、うん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 、そうですよね、はい、やっぱりそうなんです、はい、で先延ばしが気になっているっていうのはどういうことなのかというとですね、うん、はい、私の、答えといいますか、はい、トライとしたらこういうことになります、はい、先延ばしが何かしら気になっているっていうことは、何か皆さんにとってですね、諦めきれない何かがあるんじゃないかなと、うん、はい、本当はこうしたいんだとか、はい、何か諦めきれないものがあるから気になる、うん、どうでもいいことだったら気にならないですね、うん、先延ばししても、確かに本当にどうでもいいことだったら、はいはい、だけれども、いや実はあれやってないんだよなっていうふうにちょっとモヤモヤするっていうことは、はい、何かやっぱりそれがあなたにとって大事なことであり、うん、諦めきれない何かっていうことなんじゃないかなと思います。なんかでも今これを聞いて、こう先延ばししてしまうと悪いことだなって思ってしまうから、どうしてもこうネガティブに捉えちゃったりするんですけど、でもこう考えると、あ、確かにそうかもしれない、自分でもっとやりたいことがあったのかもしれないと思いました。そうなんですね、はい、その一つのサインとも逆にそうなんですよ、はいはい、江川さんの言う通りで言えるとも思うんです、うん、はい、で、はい、続いてこちらですね。そしてですね、はい、私の人生を変えたたった一つの質問、はい、これはまた後でノートの、うん、書き方にも出てくるんですけれども、はい、この質問が私の人生をですね、はい、本当劇的に変えてくれたんですね、うんうん、はい、それが本当はどうしたいのかっていうことですね、この質問です、この質問を自分に投げかけ始めてからですね、うん、
なかなか7年前、本当に私自身も実は先延ばし、しがちでございまして、本当に恥ずかしいんですけども、どうでもいいことはすぐにできるんですよ、はい、だけれども重要なことだとか少し難易度の高いことはもう本当に先延ばしにして自分をごまかして、で、なんでしょうね、いつもうまくいかないなって言って、まあ、ある意味ちょっとこうフラストレーションが溜まっていた状態、そんな状態の時がありました、はい、ですけれども、いや自分は本当はどうしたいんだっていうふうに自分に問いかけ始めてから、実は人生の流れがどん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 変わっていったんですね、はい、ちなみにこれはどなたからされた質問？これはですね、そうですね、コーチングスクールで、この質問はそのコーチングで、まあ、いろんな質問がたくさんありますよと、はいはい、本当にたくさんの質問を教えていただいたんですけども、はい、その中でもこの質問はマスタークエスチョンですよと、究極の質問ですよというふうに、はい、教えていただいてですね、うんうん、はい、じゃあその質問を自分にちょっと投げかけてみようというところから、自分のそのプロコーチとしての歩みが始まりました。なるほど、はい、そうだったんですね。先生の人生を変えた一つの質問、ね、はい、変えた一言質問ですね、はい、ありがとうございます、はいはい、皆さんからも先ほど の諦めきれない何かがあるということにかなり共感のコメントをいただいておりまして、うんうん、すごい学んだ投稿などもいただいてます、ね、うんうん、はい、はい、藤田さんも先延ばしイコール諦めきれない何かを気にするということだというコメントくださってます。はい、はい、金本さん、本当はどうしたいか、ちゃんとした人になりたいです、でも眠いんです、うん、この子供さんは私、ね、不安ですと言ってましたね、はい、ぜひ無理しない範囲で、うん、頑張っていただければ、はいはいはい、ありがとうございます、はい、皆さんいい気づき、いい学びの投稿、うん、ありがとうございます、はいはい、ということで、まずここまでは、先生がなぜこの先延ばしは一冊のノートでなくなるという本を書かれたかというのを伺ってきました、うんうん、はいはい、ではいよいよここからですね、より実践的な内容に入っていきたいと思います、はい、ではまずそもそも先延ばしをしないためには何が必要なのかというのを教えていただきたいと思います、はいはい、もうシンプルにですね、この2つを押さえて、いただければ先延ばしは、もう本当に激減しますし、うん、はい、もう気にならなくなるというような状態にもなってる人までいらっしゃいます、うん、なるほど、はい、すごいです、本当にもうシンプル で、はい、でそれも、この2つです。で1つ目がぶっ飛んだ目標を作るということですね、はい、このぶっ飛んだっていうのはなかなかちょっと聞き慣れない言葉だと思いますけども、また後ほど、説明させていただきます。で2つ目が、10秒でできることをノートに書いて実行するということですね、うん、はい、先ほどから皆さんもう続々とコメントで文字化されているので、もしかしたらすごいお得意かもしれませんけれども、はい、この2つをですねノートに書いてどん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 文字化していただくことで先延ばしがなくなっていきます、はい、続いて、はい、はい、こちらですね、ですね、はい、で行動イノベーションノートということで、まあこういったもう市販のもうノートですね、まあサイズも別にこのサイズでなくても小さいサイズでもいいんですけれども、そのノートを使ってですね、進めていくんですけれども、この行動イノベーションノートはその気をその通りにですね、はい、形にするメソッドなんです、はい、はい。ありがとうございます、はい、普通のノートで、もう普通のノートで、はい、無地とか線入りとか関係ないですか？関係ないです、はい、もうそこはもう お好みで大丈夫です、はい、承知しました、はい、ありがとうございます、はい、ではそのいう内容の方に入っていきたいと思うんですけど、はい、まずこの気になっていたぶっ飛んだ目標というのをちょっと教えていただきたいと思います。そうですね、このぶっ飛んだ目標というのはですね、はい、何もですねその人から見て何かこう大それた目標だとか、うん、非常識な目標を立ててください、はい、ということではなくて、はい、今のあなたにとって、うん、その今のあなたのちょっとこう枠をちょっと超える、はい、目標ということなんですね、うん、はい、なので例えば旅行に行くっていうことを一つにとっても、はい、うん、ある方にとっては週末、1泊2日の家族旅行に行くっていうのが、はい、その方にとってはぶっ飛んだ目標、うん、すごくきっとお仕事が忙しいとかそういうことです、そういうことです、その方にとっては家族の都合が合うだとか、うん、スケジューリングがすごく難しいので、はい、その方にとってはそれがすごく、うん、なんとして魅力的な目標なんですね、はい、でもある方にとってはもう1年間会社をもう仕事休んでうん、うん、全員でもう、はい、地球一周みたいな世界旅行したいみたいなのが、はい、自分にとってはワクワクするっていう方もいらっしゃるんですね、はい、だから今の自分にとって自分の枠を超えるような、うん、目標、それをぶっ飛んだ目標というふうにまずは捉えていただくといいかなと思います、うんうん、なるほど、はい、でその目標を立てるとですね、はい、どういうことになるかというとその気になるんです、お
はい、やる気よりその気になることの方がとても重要で、はい、やる気というのはですね、うん、まあ、モチベーションとも言いますけれども、上がったり下がったりするものなんですけれども、うんうん、 そうですね、その気というのは状態なので、はい、もうものすごく安定感があるんですね、うん、はい、なのでこの魅力的な目標をですね、はい、これを立てることによってその気になってみてください、うんうん、はい、といったところをご提案してます。なるほど、はい、ありがとうございます、はいはい、そうですね、じゃあちょっと先ほど皆さんの先延ばし聞きましたよね、うんうん、はい、ではちょっとここでは皆さんのぶっ飛んだ目標をちょっと知りたくないですか。いいですね、そうですね、はい、ありがとうございます、すごくね、いいアイデアだと思います。このぶっ飛んだ目標も、はい、後で例えばこの授業が終わってからちょっと考えようとしてもなかなか考えづらいと思いますので、うんうん、まあ、せっかくですので、はい、今の自分にとってのちょっとこうぶっ飛んだ目標で、この別の言い方をすると、はい、ワクワク感もあるし、うん、あと現実性もあるみたいなですね、はい、非現実的すぎてもダメですし、はいはい、みたいな、確かにそうですね、はい、なんでしょうね、まあ、旅行で例えるんだったらちょっと行ったことのない少し遠くみたいな感じですかね、はい、そんなようなイメージ感でぜひ皆さんのぶっ飛んだ目標、はい、教えていただければと思います、はい、はい、そうですね、ということで皆さんぜひ皆さんのぶっ飛んだ目標を教えてください。よろしければですね、目標を書いてその後に、まあ、例えば今ちょっと自分はお仕事が忙しいのでこれは自分にとってぶっ飛んだ目標ですが、うん、理由も合わせて教えていただけるとより分かりやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんのぶっ飛んだ目標をお待ちしています。はい、ということでね、ちょっと待ちたいと思います、うん、はい、はい、そしてですねコメントもいくつかいただいておりまして、うん、金俣さん、これ質問ですね。例えば週末家に引きこもっている私がお散歩に出るだけでも大きな一歩と考えられるでしょうかと質問です。考えられます。もちろんです。もちろんです。それ素晴らしいですね。はい。いや、これ私今のあなたにとっての、はい、あの一歩、うんうんうん、枠を超えるということがぶっ飛んだ目標です。はい。うん、まさにこういうことをね、どんどん上げてほしいなと思います。うんうん、素晴らしいですね、はい。はい。やる気よりその気なるほどといったコメントもいただいてました。うん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 、はい。まず体を動かすことで自分に問いかけるというのはあるかなというのをいただいてましたね、うんうん、はい、そしてですね、10秒でできることも書くんですか、はい、といったご質問いただいていました。はい、はい、こちらいかがですか。そうですね、これはまた後ほど、はい、あのデイリーページといったところで、うん、あの書いていただくので、まずはぶっ飛んだ目標だけで大丈夫です。承知しました、はい、ありがとうございます、はい、ではコメントの方もですね、そろそろ来るかと思いますので見ていきます。はい、こちら新藤さん、仙台で暮らす。暮らす、なるほど。おそらく仙台じゃないところに住んでて、本当は仙台に暮らしたらどれだけいいかってことですね、はいはい、なるほどなるほど、うんうん、山本さんは年商1000万円、いいですね、すごい、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、あとは吉田さん、 SF 映画監督です。おーとかとか、すごい、あ、いいですね、いいですね、宇宙に行く、宇宙に行く、すごいいいですね、はいはい、ありがとうございます、とかとか、はい、あとはですね、月収100万円も来てましたね。具体的ですね、はい、はい、山崎さん、3ヶ月で体重マイナス3キロ、うん、毎月1キロずつ痩せていくっていうところですか ね、はい、藤本さんは転職することをおっしゃっています、うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます、うんうん、室伏さん、1年留学、語学力が足りないというふうにおっしゃってますね、うんうんうん、したいということですよね、したいですね、はい、はい、いいですね、自分がやりたい研究で研究費を稼いで研究する、うん、坂本さん、お、素晴らしいですね、素晴らしいですね、はい、超モテモテになる、ね、これいいですね、私もちょっと目標したいと思います、ちょっと共感共感しました今すごく、はい、ありがとうございます、他にはですね、イラストレーター兼デザイナーとして、うん、在宅でも撮れる、素晴らしいですね、素晴らしいですね、はいはい、いいですね、いいですね、あ、皆さん素晴らしいですね、はい、こうもうサクサク、うんうんうん、もうね、自分の思いを書いていただいててすごいと思います、はいはい、まあ、本当にこんな感じで、うん、あのこれできるだろうかとか、はい、いや自信ないしとか、うん、なんかこうお金ないしとか、はい、いろいろついついこう条件が先立っちゃうんですけれども、はい、そうではなくて、まずは楽しくですね、はい、あのそれこそ今クリスマスのだんだん時期になってますけど、はい、子供の頃こんなプレゼントが欲しいんだっていうようなふうに思ったような、うん、そういった何ていうんでしょうね、本当に素朴な感じで、こういうふうに自分は本当は行きたいんだといったところからですね、スタートしていただくと考えやすいかなと思います、はい、ありがとうございます、なんか正しいもうぶっ飛んだ目標はありませんので、うん、はい、あのそうですね、お一人お一人にとってっていうところですね、わかりました、はい、はい、他にもですね、どんな悪い経済条件の土地に住もうが、うん、左右されない稼ぐ能力を見つけるといったのを見てました、いいですね、はい、とか、はい、はい、うん、星を見に孤島に行くというのを見てましたね、はい、ありがとうございます
ということでね、皆さんの、はいはい、ちょっとぶっ飛んだ目標を伺ってきたんですが、はい、ではこのですね目標 の, あのすいません先延ばしをする人しない人という違いというのを教えていただきたいと思います、うんうんはい、そうですね、はい、で結局先延ばしする人しない人その違いはこの目標があるかないかなんです、うんうん、で目標がある人っていうのはある意味あのゴールがあるサッカーをしてるようなイメージですよね。なるほど、はいはい、自分はあの方向に向けてボールを蹴って、うん、で、はい、ゆくゆくはゴールしたいんだといったところですね、うん、だけど逆に目標がない方というのは、うん、ゴールのないサッカーをしているような状態と、うんまあ、例えさせていただくと分かりやすいかなと思います、はいはい、なのでぶっ飛んだ目標があるといったことという場合はやっぱり目的地が明確 で,、はい、でワクワクして未来に夢中になって思わず行動してしまう、うん、思わずそのサッカーでボールを蹴ってボールにもう進んでいってるみたいなですね、うんうんうん、進まなきゃいけないではなくてもう自然にボールをゴールの方向に向けて蹴ってる状態ですよね、はい、それをぜひ目指していただきたいなと思います、はい、でも皆さん今ね目標立ててくださいましたからね、はい、もうまずね第一歩踏み出していただいてますので、はいはい、素晴らしい、はい、ありがとうございます。この目標があるかないかが重要ってことですね、うんうん、はい、で続いてなんですが、はい、こちら田んぼメソッド、田んぼメソッドということで、はい、これめちゃめちゃ気になってたんですけど、はい、あの、うん、これはそのぶっ飛んだ目標を立てた後にですね、はい、まあ、デイリーページというものを、うん、あの毎日毎日、うん、あのノートに書いていただくんですけれども、うん、はい、そのノートに書いていただくその最初のこうラインがあるんですけども、はい、それが田んぼの田なんですね。なるほど、はい、で田んぼメソッドとあの名付けてまして、うんうんうん、目標は育てるものですよと、はい、だから目標が結構ですね立てっぱなしの人が多くてですね、特に年初とか、はい、あの お正月にあの、ね、今年1年って言ってね、はい、立ててでそれがもうお蔵入りしてしまうみたいなケースがすごく結構多かったりするんですけれども、うん、一度立てた目標を毎日毎日ノートで見返していただいて、はい、でそれをどん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 いいものに育てていっていただきたいなと、はい、そんな風に思ってます。なるほど、ありがとうございます、はい、ではこの後はですねよりあの目標をさらに実現させるための方法を教えていただきたいと思うんですが、はい、ちょっとあの質問をいただいておりまして、はい、田中さんがですね、はい、よければ目標と目的の違いを教えてくださいといったご質問をくださいました。おー、ありがとうございます、はいはい、そうですね、やはりあの目標と目的はしっかりと分けるべきで、はい、だから目的っていうのは何のためにその目標達成をしたいのかっていうところを自分でしっかりと突き詰めていくということですね、はい、うん、だからまあ例えばあのオリンピックでメダルを取りたいとしてもそれは目標だとしますよね、はい、だけど目的はあの選手ごとに違うんです、はい、うんうん、はい、競技人口を増やしたいという人もいれば、はい、親孝行をしたいとか、うん、お世話になった恩師を胴上げしたいとか、はい、目標は本当にお一人お一人違うわけなんですよね、はい、はい、なので例えば資格を取りたいにしても何のために取りたいのかとか、転職をしたいにしても何のために転職したいのか、痩せたいにしても何のために痩せたいのか、ただ痩せたいから痩せたいんですではなくて、はい、周りがだから周りがなんかダイエットしてるからとか周りが英語の勉強してるから英語っていうのはやっぱり目的が不在なんですよね、はい、だからあなたにとっての目的は何なのかっていうのを考えていかれるといいかなと。すごくあのいいご質問で、ついつい目標だけ立てて安心してしまうんですけれども、うん、はい、目標と目的もセットで、はい、あの立てていかれるといいかなと思います、うん、確かに、はい、おっしゃる通りですね、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、ということでですね、あのそろそろこの目標を達成させるための質問といったコメントも来てたので、はい、いよいよ内容の方に入っていきたいと思います、はいはいはい、ここからは先ほども何回か出てきました、はい、デイリーページを、ね、はい、教えていただきます、はい、デイリーページ、はい、こんな形であの縦線と横線を引いていただいて、まあ、枠で囲ってもいいんですけれども、はいはい、この4つ の枠で、うん、自分とですねどん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 対話をしていっていただきたいんですね、はい、でこれはあの、まあ、本当に3分ぐらいで慣れれば、はい、もう毎日3分以内でできる、まあ、セルフコーチングといいますか、はい、ノートを使ったセルフコーチングのやり方になります、はいはい、この、4ステップで進めていきます、はいはい、はい、でまず最初ですね、最初のステップが、昨日一日で嬉しかったこと、感謝したいこと、良かったことを書くということですね、はい、これをぜひ、やってみてください。やはりもう忙しい毎日を送られてると、はい、振り返るということ
自体をですねなかなかしないんですよね、はい、で自分のなんか生活パッとしないなっておっしゃってる方にもですね、はい、この振り返りをコツコツやっていただくと、うん、あ結構いいことありますね、うんうんうん、ランチも美味しかったし、はい、昨日友達から LINE 来たし、うん、みたいな電車で座れたし、はい、みたいな、うんうん、なのですごく嬉しかったこととか感謝したいこと良、はい、かったことではなくて、うん、本当にどんな小さなことでもいいので、はい、嬉しかったこと感謝したいこと良かったことっていうのをぜひですね文字化してみてください。これをされるとどん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 、心理学的には自己肯定感といったものがどん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 上がっていきますし、うん、もうシンプルに自分のことが好きになりますので、はい、実はこれが結構行動力にも後々つながってきますので、はい、ぜひ、まずは気楽にですね、はい、3つぐらいで結構ですね、うん、嬉しかったこと感謝したいこと良かったことを書くというのをまずはやってみてください、はい、左上のところそうですね、左上ですね、はいはい、これが第一ステップになります、はいはい、で今度はそれができたら今度は、右隣ですね、はい、2番目になりますけれども、うん、改めてどう感じたのかを書いてください、うん、はい、ランチが美味しかったっていうその文字をシンプルに眺めていただいて改めてどう感じたか、はい、いや定食屋さんいつも美味しくて はい、ありがたいなとかですね、もう何でもいいんです、何でもいいんです、はい、でここも正しさは追求しなくて結構ですので、はい、自分の主観で結構ですので、うん、改めてどう感じたのかっていうのを書いて、見てください、うん、はい、結構このステップ面白いなと思いました、うん、普通ここで1で終わりそうだなって思ってたんですけど、うんうんうん、そうですね、また改めてここなんですね、そうなんです、なんでここは2回振り返ってることになるんです、うん、でも2回振り返ることで、はい、自分のことをより冷静に俯瞰して実は見ることができるようになるんです、うん、はい、でなんで軌道修正できないか、はい、なんで自分のことをこうなんでしょうね、切り替えることができない、うん、うまくできないかっていうと、やっぱりどっぷりはまり込んじゃってるんですよね、うん、はい、だからそのどっぷりはまり込んでるところからちょっとこう抜け出て、はい、自分のことをこう冷静に見る自分というのを、うん、できれば養いたいんですよね、うん、はい、なのでこの2ステップを、はい、毎日コツ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 繰り返していただくと、うん、自分のことがより見えてきますので、うんうんうん、このそうですね、セミナーに参加してくださったある方は、はい、これって本当に鏡ですねって言ってくださって、はいはい、これ毎日毎日書いてるとなんか自分の、考えてるパターンだとか、はい、感情の癖みたいなものがだんだん分かるようになってきましたっておっしゃってくださった方がいて、まさにそうなんだなと思いますね。実際に今皆さんもね、はい、よろしければ一緒にできたら書いてみてください、うん、この場でも、もうぜひぜひ、はい、振り返りにいい時間でもありますので、ね、はい、もうこの場でちょっと、はい、本当にちゃんとやらなくて結構ですので、うん、気楽な感じで、はい、昨日嬉しかったことと感謝したことよかったこと何かな、うん、で改めてどう感じたかというのをぜひちょっと、はい、もう殴りかけても結構ですので書いてみていただくといいかなと思います、はい、ありがとうございます、はい、では続いてのステップお願いします、はい、でその次ですね、はい、で、この、3番目に行く前に本当はその目標ページを眺めるっていうのがあるんですけども、うん、はい、ぜひそのぶっ飛んだ目標を先ほど掲げていただきましたけども、うん、それを見てですねイメージをどんどん膨らましていただきたいんですね、うん、本当に引っ越せたらとか、はい、本当にダイエット成功したらとか、うん、本当に資格取れたら、はい、その未来の、いいイメージを持っていただいて、うん、で改めて今日一日本当はどうしたいかっていうのを書くっていうことですね、うん、はい、例えばということで書いてありますけど、はい、社内トレーナーになるための布石を打つとか、うん、気持ちを込めて朝礼の話をするとかですね、うん、今日一日本当はどうしたい、この本当はどうしたいが先ほど冒頭でもちょこっとお伝えしたマスタークエスチョンですよね、はい、あなたは本当はどうしたいんですか、うん、この本当はっていうのが一つのキーなんですね。どうしたいかっていうのは日頃コミュニケーションに使っているかと思うんですけども、うん、あなたの本当はっていうことでその本心を聞いてるんですよね、はい、ぶっちゃけどうですかと、はい、本当はどうしたいんですかと、トゥードゥーリストではないってことですね。そうです、はい、そうなんです、そうなんです、うん、おっしゃるとおりです。だからいわゆるトゥードゥーリスト、タスクリストというよりは、うん、はい、このノートっていうのはある意味夢とか目標、はい、あなたにとっての本当に大事なことを形にするノートなので、うん、ウォントゥードゥーリストですね。なるほど、面白いです、はい、ウォントゥードゥーリストです。こういうふうにしたいんだと、はい、本当は引っ越すためにこういうことをしたいんだ、うんうん、本当は留学するために本当はこういう勉強したいんだ、はい、本当は丸村さんに会うためにこういう本当は努力をしたいんだ、うん、等々ですね、はい、なんか企画書出さないといけないんだなっていう、そういうリストではないないっていうのはちょっとね、そうですね、そこは頭に入ってそうです、はいはい、ではまず今日やりたいこともどうしたいか書いた、書いたの次は、次はですね最後は、これがですね、はい、今日ぜひ持ち帰っていただきたいコンセプトなんですけども、はい、10秒アクションということで、うん、10秒でできることを、10秒でできる小さな具体的な行動を文字に書くっていうことなんですね。
はい、重要性切る、はい、これをですね最初はそんなこと書いたって別に変わんないでしょとか、はい、10秒じゃ何もできないんじゃないですかって言われるんですよ、うんうんうん、ですけれどもこれをですね、はい、まあ、企業研修ですとか、うん、セミナーでお伝えしてそれを実践し始めた方は、はい、もうメキメキと行動力が上がってですね、うん、はい、今日なんかもセッションしてたんですけれども、はい、今まではもう役員会議でいつも怒られてたっていう方がですね、はい、褒められましたと、その10秒アクションをどんどん実践し始めてからどん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 ですね、はい、その書類の作成スピードがググッと上がって褒められちゃいましたというふうなご報告を今日も受けましたし、あと自分自身もですね、はい、うまくいった10秒アクションがありまして、はい、昨年ですね東京マラソンに、はい、ありがたいことに当選しまして、はい、結構な、ね、倍率だって聞くんですけど、結構ですよね、はい、はい、でまあ、初マラソンだったのでですけれども、はい、まあ、フルマラソンをエントリーしてまして、はい、でなんとかせっかくなので完走したいなと、うん、なので週3回、近所の公園を30分走るぞという最初目標設定したんですけど、はい、まあ先延ばししちゃうわけですよね、はい、やんないんですよ今日雨降ってるしとか今日眠いしとか、はい、昨日の飲み会で飲みすぎたしとかで、はい、なんだかんだこう言い訳をして、はい、やらないんですよ、うん、なのでじゃあここはなんとか打開したいなと思って10秒アクション何かなって考えたんですね、はい、で10秒アクションとしては、ジョギングシューズを履く、あ、靴を履く、靴を履く、それだけ、そうです、なるほど、っていう風にしたんです、はい、でも面白いことに靴を履くじゃないですか、はい、で履いたら履きっぱなしでは終わんないんですよ、履いてまた脱いで家に戻るってことはほとんどなくて、はい、履いたら玄関出るんですよ、はい、で玄関出たらちょっと家の周り回ろうかなってなるんですよ、で回ったらじゃあちょっと今日天気いいから公園まで行っちゃおうかってなるわけなんですね、だから30分週3回走ろうって言った時はほとんど走れなかったんですけど、はい、靴を履こう、たったこれだけのことでそこにフォーカスをしたら、はい、走れちゃったんですよね、あ、すごい、でも確かに10秒でできますもんね、10秒でできます、はい、なんならもう10秒もかかんないぐらいでパッとできちゃいます、ね、そうなんです、そうなんです、はい、それで結果完走できたっていうことがありました、なるほど、はい、ありがとうございます、ではこの最後のステップでは10秒アクションを書いてみるというところだったんですけど、うん、はい、ちょっとここでもね皆さんの10秒アクション聞いてみたいなと思います、はいはい、10秒でできる小さな行動ですね、はい、先ほど同様にですね、はい、ぶっ飛んだ目標同様に皆さんがですね、はい、ご自身が10秒でできるアクションというのを教えてください、うん、ぜひスクールのタイムライン上にですね書くという形でですね、はい、こちらのデイリーページの最後のステップ一緒にやってみましょう、はい、皆さんの10秒アクションを教えてください、はい、お待ちしています、はい、はい、本当にこのそうなんです、10秒でできることで、はい、大体ですね10秒で終わらないことがおっしゃってました、まさに高橋さんが10秒以上考えてしまうって書いてました、そうですね、うん、はい、10秒で終わることってことですね、10秒で、そうですね、はい、結構コメント実はたくさん来ておりましてですね、遠藤、はい、さん面白い、ありがとうございます、うんうん、そしてめんこさん、確かに文字を書くと書くことが意外にはっきりします、そうなんです、本当にこの文字化することがすごく、はい、価値が高いんですよね、うんうん、はい、山根さんはですね、あれちょっとごめんなさい下に行っちゃいました、うん、こちら行動のハードルを下げるということに近いですねというコメントが、まさにまさにもうおっしゃる通りです、もう行動のハードルを下げてます、はいはい、だから逆に言うと何かをちゃんとやりましょうとか、はい、それって曖昧ですよね、確かに私も息子に雲をやりなさいって言うんですけど、はい、雲をやりなさいってすごい大きなチャンクなんですよ、はい、で結構抽象的なんで、うん、分からないわけですね、うん、だけど10秒アクションで考えるんだったら、はい、じゃあ椅子に座って鉛筆持とうねとか、はい、で椅子に座って鉛筆持てば、うん、あとはもうその雲にね名前書いてスタートできるわけですよね、はい、うんうん、はい、そんな風にその行動のハードルを下げて、はい、そして具体的な最初の一歩を文字化してるっていうことですね、うん、はい、そうすると実行確率がグググググッと上がってくる、うん、かなり上がります、ね、最初はえって思うかもしれないですけど実際やると実際やると動けるんですよね、うん、はい、その話も、ね、はい、ちょっと後で、うん、ぜひぜひ、はい、したいと思うんですが、はい、では皆さんの10秒アクション教えたいと教えて、見ていきたいと思います、はい、すいません、はい、まずはですね上野さん、うん、ありがとうございます。ブログの編集画面に字を打ち込むということです、ね、いいですね。いや、これはもう本当に具体的ですね。もう10秒でできちゃいますね。ね、ブログの画面を開くとかね、はい。野口さんは先生と一緒で靴を履くです、うん。いいですね。履くとね、はい、何かが起こります。はい、泉さんは、記事のタイトルを考えて、写真選び、猫背を直す、天気で消す。いいですね、いいですね。そうですね、猫背を直す。ちょっとこうね、伸びをするだけでも、確かにこれだけでちょっと気持ち変わったりします。はい。はい、ありますよね、うん、あとはですね、ノートを開く。開く、あ、そう。うん、いいですね、そうなんです、そうなんです、
だからその本を、はい、読むみたいなところも、はい、やっぱりちょっと抽象的で着大きいんですよね、うんうん、なので本を開くとか、うんうんうん、この本を普段使ってる通勤カバンに入れるとかは10秒アクションとして OK なんですね、はいうんうん、はい。なんかこう行動をもっと細かくしてこう動作ベースまで落とし込むのがいいです、ね、そうです。あ、さすがですね、江川さん。動作っていうのはキーワードです。あ、そうなんですね。キーワードです、はいはい、そうなんです、はい、細かい動きっていうところそうです、はい、意識してみるといいかもしれないです、はい。パソコンの電源を入れる、うん、いいですね、いいですね。メガネをかける、メガネをかける、いいですね。ね、そしたら何か次の行動に移りますよね、はい、スイッチ入りそうですね、はい、あとはですね、部屋の片付けをする時間を決める、うん、あ、いいですね、いいですね、はい、まずは決める、はい、本当にたくさん来てる皆さん、うん、ありがとうございます、うんうんうん。つまみが好きなので歯を磨く、なるほど、磨いてしまえばいいですね。もうなんならもう歯磨き粉に歯ブラシ、歯磨き粉つけるとかでもいいですね。あ、そうそうそうです、つけたら磨きざるを得ませんので、だから本当にバカ、ね、バカバカ、一見バカバカしいように見えるんですけど、はい、でもそのバカバカしいことを文字化すると実行するんですよ、うん、はい、実行しやすくなるってことですね、うんうん、はい、ありがとうございます。皆さんのたくさんの10秒アクション教えていただきました、うんうん、はい、はい、先生どうですか、一通り見た感じ、皆さんの10秒アクション、何か素晴らしいですね、この文字化能力が、うん、皆さんコメントに慣れてらっしゃるというかですねすごいですね。文字化能力高い方っていうのは行動力実は高いんですよ、うん、そうなんですね、はい、なるほど、はい、じゃあもう皆さん結構その要素も十分にあるもうお持ちです、はい、ありがとうございます。ではですね、ここまで皆さんちょっと10秒アクション見てまいりました。はい、はい、ではまた資料の方にちょっと戻ります。はい、はい、では先生デイリーページの書き方見ていったんですが、はい、この流れでデイリーページ大丈夫ですかね。これを毎朝ですね、毎朝3分ぐらい、かけてですね、うん、はい、お出かけ前に書いてるという方もいれば、はい、うん、オフィスに着いてから書いてるという方もいらっしゃいますけれども、うん、はい、朝一日が始まる前にですね、うん、実践していただくと一日の質がググッと上がるかなと思います、はい、いいです。朝起きてこうなんか十字を切るようにこう線を書いてパッ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 って書いて、そして振り返るみたいな、はいはい、いいですね。皆さんぜひこれ習慣にしていきましょう、はい、ということでデイリーページの書き方を教えていただきました、はい、はい、では続いてですね、先ほどの小さな積み重ねが大きな変化になるという話出ましたが、うんうん、はい、そちらについて伺っていきます。そうですね、はい、なのでこの10秒アクションですね、これの積み重ね、はい、でこうぜひですね、まあ、人生を変えていっていただきたいんですけども、この小さな変化にはある意味気づきにくいかもしれないんですね。ですけれどもこの小さな積み重ねがとんでもない結果につながるんだ、イチロー選手も同じことを述べておられますけれども、はいはい、本当にだからこう10秒アクションというのはもう紙一重の紙一枚の努力みたいなものかなと思うんです、はい、でもそれが毎日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 積み重ねていけばですね、はい、うん、500枚ぐらいあればこのコピー用紙の束ぐらいになるんですね。そうですね、はい、そうすると、はい、いわゆるこうリバウンドといったものとは全く無縁のですね、本当にリバウンドしない確かな積み上げになっていくと思うんですね、うん、はい、なのでそれがどん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 積み重なっていくと、うん、やがてですね本当にとんでもない成果に結びついていくことにも、うん、つながりますよと、はい、積み重ねがまあ大きな一歩になるっていうところですね、はい、はい、まさにこの図の通りだと思います、はい、はい、そしてですね、はい、これを実際に実践された方の声というのも先生、はい、今回教えていただけるということで、そうですね、はい、お願いします、はい、そうですね、実践者の声としても本当にいろんな声をいただいて、いるんですけれども、そうですね、社内講師になりたいっていうふうに言ってる、言っておられる方がいてですね、はいはい、でその方がまず最初に実行した10秒アクションというのは、はい、付箋にですね、はい、社内講師になるみたいなことをまず書いてですね、目標をそうですね、うん、付箋に書いてそれを手帳に貼ってこれたそうなんですね、はい、そしたらその付箋を貼った数日後にですね、上司とこうちょっと話せる時間ができたそうなんですね、うん、でその時に私実は社内講師やってみたいんですっていうのをポロッとさりげなく言ったそうなんです、うん、そしたらちょうど、人事もですね、はい、社内講師を探してたということで、結構トントン拍子で、はい、社内講師デビューが決まってですね、うんうん、ですごくその内容も良くて、もう今はもう社内コーチとしてもうすごく活躍してるみたいな、方がいらっしゃいます。でもそれも何でしょうね、ずっとその方はこう自分の内に秘めてたわけなんですよね、はい、なりたいけど、うん、自分なんてみたいな感じだったんですけど、でもそれをまずは文字化するということで、はい、自分の外側に見える化する10秒アクションを書いて、はい、ってことでその上司にもポロッとそのチャンスを捉えて話せるということにつながってですね、うん、今そんな風に活躍されてるとかですね、うん、素晴らしいですね、はい、まあ、などなど、まあ、本当にいろんな、ね、もうたくさんのいろんな、そうですね、いろんな方の先延ばしを
撃退しているこのメソッドになります。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、おそらくねもっともっとたくさんの方の実践者の声あるかと思うんですが、はい、まず一例として紹介していただきました、はい、ありがとうございます、はい、そして続いての終了先生、アンファラの言葉を引用してちょっと、はい、お話ししてくださる、ね、ということなんですね、はい、私がまあ今まで5冊本書かせていただいてますけれども、まあ、アドラー心理学をベースにしておりまして、はい、でアドラーがこんなことを言ってます。大切なことは何が与えられるか、何が与えられているかではなくて、与えられているものをどう使うかであるっていうことですね、うん、で今日いろいろお伝えしていることと関連付けてお伝えしますと、ついついなんていうでしょうね、条件を探してしまうんですよね。丸々さんがこういうふうにしてくれたらいいのにとか、もっとお金があったらいいの、もっと能力があったらいいのに、等々いろいろ条件を待ってしまいがちなんですけれども、大切なのは何が与えられているかではなくて、今与えられているものをフル活用して何ができるかということなんですよね、はい、だから今できる10秒アクションをぜひですね、積み重ねていっていただきたいなといったところですね。だから与えられているものをぜひフル活用してみてくださいというところ、はい、ありがとうございます。そうですね、今回は心理学の考えも使って実際に書かれているということでした、はい、はい、ありがとうございます、ではですね、ここまで授業の方していただいたんですが、先生の方からまとめとしてですね、改めて大切なことを教えていただきたいと思います、はいはい、最後まとめになりますけれども、目標はですね、情熱的で自分の本当に内面から出た思いがこもった限りなく高いぶっ飛んだ目標をぜひ、立ててください。そしてその目標にこう目標を目指しつつも、行動は今すぐできる10秒アクションからですねっていう、これを合言葉にしてですね、ぶっ飛んだ目標と10秒アクション、この二刀流でぜひ皆さんの先延ばしをですね撃退していっていただきたいなと。でそれをこう習慣化する仕組みツールの一つとして、このノートをですねご活用いただくといいかなと思います。ありがとうございます、はい、ということで最後先生の方からまとめしていただきました、ではここからはですね、質疑応答の時間に入りたいと思います、皆さん質問タブに切り替えて質問を送ってください。皆さんからのご質問お待ちしております、はい、もう授業中たくさんコメントや質問いただいていたので、はい、そちらをちょっとね先生にお答えしていただきたいと思います、うんうん、はい、はい、ではですね、まずはこちら行きたいと思います、はい、三日坊主にならない工夫やコツはありますかという質問をいただきました、はい、確かにこのやることを続けるのって難しいですよね。続けるのが難しいですね、はい、教えていただきたいです。はい、そうですね、この例えばこの行動イノベーションノートを、まあ、続けるという意味においては、視覚情報をすごく活用するということが挙げられるかなと思います。だから、はい、例えばご自宅にいる時の生活動線みたいなものがあると思うんですけれども、はい、その自分がこう見えるところにノートを置くっていうことですね、うん、なるほど、ノートをしまい込んだら実践する確率がググッと下がりますので、はい、だから自分も書斎の机の上にいつもこのノートがあるんです、はい、だから起きたらノート書いて一日が始まるみたいなんですね、うん、はい、だからこのノート食卓に置いてる方もいらっしゃいますし、はい、とにかく自分がその目に見えるところに置くっていうことですね、うん、そうすることで三日坊主をこう少しずつ回避できるから、うん、あとスマホの充電器の近くみたいなとかですね、はい、絶対触りますね、絶対に、はい、そうですね、その周辺に置いておけば目に入るということですね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ということでこちら粕谷さんからのご質問でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではどんどん行きたいと思います、はい、三浦さんからのご質問で、はい、目標は一つだけでないとダメですかということで、いえ、もう目標はですね、まあ、本にも書かせていただいてますけれども、はい、もう6つの分野に分けてですね、うん、もういろんな、目標を立てていただきたいなと思います。ついついこう何かやっぱりお一人一人癖があって、はいはい、目標といえば、まあ、TOEIC とかですね、うん、なっちゃうケースがあったりするんです、はい、例えばですけども、はい、目標はたくさん持っていただいて大丈夫です。分かりました、ありがとうございます。こちら三浦さんからのご質問でした。たくさん目標を立てていきましょう、はいはい、では続いていきたいと思います。こちら辻さんからのご質問で、他の字のところありましたね、はい、これは配置にも意味がありますかというご質問いただきました。配置ですか、はい、配置にはですね、深い意味があるのかないのかでも ないかもしれない、ないかもしれないですね、はい、じゃあ先生の最初の入り具合で分かりました、はい、結構そんなにないんだろうなって、すいません大丈夫です、ね、はい、はい、もうこうですね、 Z です、はい、Z ということ で、はいはい、まあ、Z として皆さん覚えやすいので、はいはい、覚えていてやってみてください辻さんご質問ありがとうございました。では続いてですね、
まあ、先ほどデイリーページ書く時間は朝がまあいいかなという話ありまして、はいはい、それも朝が先生おすすめですね。そうですね、朝と、はい、あとは朝と夜2回やっていらっしゃる方もいらっしゃいます。はい、はい、で、夜あの実践していただく場合は、はい、その振り返るときに昨日ではなくて今日一日っていうふうにすればいいですね。なるほど。で、で夜実践する場合は今日一日本当はどうしたいじゃなくて明日一日にすればいいかなと思います。うんうん、はい、そのふうにちょっと工夫をしていただくことで、朝晩実践していただいている方もいらっしゃいます。なるほど。はい、あの山本さんが関連してその寝る前にやるのと朝一番でやるのに差はありますかというご質問いただきました。差はですね、まあ、あの差はそうですね、まあまあまあ両方やるのが一番いいんですけれども、うんうん、はい、そうですね、やはりあの睡眠を挟んだ起きた、はい、あの後と寝る前というのは、うん、脳科学的にもゴールデンタイムと言われてますので、うん、もう両方やるのがベストですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。山本さんからのご質問でした。続いていきたいと思います。こちら渡辺さんからのご質問です。はい、紙のノートでなければいけませんか。スマホのメモなどのデジタルツールは効果的ではないのでしょうか。そんなことは決してありません。まあ、あのやはりちょっと、まあ、手書きの方がその、うん、筆圧だとかいろんなやっぱ情報が載りますので、はい、あのまあ、紙の方がベターかなと思いますが、うん、スマホだと全く効果ないかというととんでもなくてですね、うん、やはりもう今日もある意味デジタル情報で文字どんどん文字化していただいて、はい、ますけれども、その文字化するということ自体に価値がありますし、うん、その振り返るということ自体に価値がありますので、効果がないわけでは決してありませんので、うん、ぜひスマホでまずは自分がやりやすいところからスタートしてみていただくといいかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。田辺さんからのご質問でした。では続いてですね、こちらアリスさんからのご質問です。アリスさん、おそらく初生受講だった気がします。はい、ありがとうございます。アリスさん、寝坊してバタバタして朝一番で書けなくて気づいたら夜みたいな時はどうするのがいいのでしょうか。朝寝坊してバタバタ朝一番で書けなくて気づいたら夜、うん、気づいたら夜の時は夜夜実践して気づいた時にやるって、はい、そのバタバタした一日を振り返っていただいて、うん、明日一日本当はどうしたい、そして10秒アクションを文字化するというところに、うん、でそれでお休みいただくと、うん、はい、それで10秒アクションに入れるといいかもしれないですね。そうですね、次の、そうですね、いいですね、いいですね、はい、ぜひ工夫してやってみてください。はい、アリさん、ご質問ありがとうございました。ありがとうございます。では続いていきたいと思います。あ、先生のぶっ飛んだ目標何だったんですか、その目標実現できましたかってご質問いただきました。あ、そうですね、だからありがたいことにこういろいろ目標を設定すると、はい、どん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 今実現をしていて、うん、その、まあ、プロセスの中にありまして、はい、まあ、最初は本当にプロコーチになりたいから始まって、プロコーチになりたい、独立したい、はい、企業研修講師をやってみたいとか、スクールを開きたいとか、はい、まあ、どん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 、で、ここ最近は、まあ、ベストセラー作家になりたいなって言ったら、はい、ベストセラー作家になっちゃったの で今は、はい、あのもうミリオンセラー、うん、ミリオンセラー作家として、うんうんうん、本当にこう、アメリカでこう、はい、講演活動ができるぐらいのミリオンセラー作家になりたいなみたいなところが今のぶっ飛んだ目標ですね。そこに向けて今努力をしてます。素晴らしい、はい、もう私たちも応援したくなりました、先生の目標。ああ、でもそうやってこう目標を語ってたところ、はい、いろんなやっぱり協力してくださる方も出てきたり、うんうん、まあ、この本はあの中国語ですとか、はい、あと台湾と韓国でも翻訳が決まっておりまして、うんうん、海外展開もなんかだんだん形になってきたなみたいなですね、うん、はい、まさに先生もこう体現しながら。そうですね、私も今現在進行形で、はい、あの日々10秒アクションとぶっ飛んだ目標に向けてっていうのはやってます。はい、わかりました。ありがとうございます。こちら山田さんからのご質問でした。ありがとうございます。では続いていきたいと思います。山本さん、目標と10秒アクションとの関連はというご質問いただきました。はい、そうですね、なので目標というのはやはり目印で、はい、その目標、ぶっ飛んだ目標に向けて10秒アクションを、の何でしょうね、積み重ねていく、はい、ということですね。だから目標がそのターゲットといいますか、はいはい、向かうべき方向性を示してます。でその方向性に沿って、はい、10秒という地味な行動なんですが、それを積み上げていくという、うん、そんなような関連でイメージしていただくと分かりやすいかなと思います。分かりました、はい、ありがとうございます。この、3のステップのところで、はい、今日やりたいことっていうのもあるじゃないですか、うん、はい、それとちょっと一見ちょっとこう離れるというか、うんうんうん、実するかなとも思ったんですけど、その大きい目標、そこはどうですか。はい、あ、今日 やりたいこと、本当はやりたいこと、本当はやりたい、はい、でも本当はやりたいことをどんどん、うん、もうの積み重ねがこう大きな目標、そうです、はい、そうです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 、はい、小さなあの 目先のやりたいことを実現していくからこそできるっていうこと、大きな目標ができるってことにもつながります。
そうですね、はい、なのでその本当はどうしたいという問いかけをするときに、はい、そのただ本当はどうしたいではなくて、はい、その目標実現に近づくた、はい、ぶっ飛んだ目標に近づくために本当はどうしたいって聞いていただきたいんですね。そうするとリンクされますので、はい、そうですよ、より、はい、分かりました、はい、すいません、ありがとうございます。はい、はい、確かに、ということでした。山本さんのご質問でしたね。山本さん、はい、ありがとうございます。ございます、はい、そしてまだまだどんどん来ておりたい、はい、来ております。神井さんの行きたいと思います。自制していますが、ぶっ飛んだ目標と10秒アクションがリンクしない時があります。目標の立て方が間違っているのでしょうか、ということです。あ、そうですね、なのでここもその問いかけのところで、質を高く実践していただくといいかなと思いますので、はい、ただ本当はどうしたいではなくて、はい、今ぶっ飛んだ目標を立てていただいていると思いますので、はい、その目標を見ていただいて、でその目標実現に近づくために今日一日本当はどうしたいのかというふうに問いかけていただくと、リンクが貼られるんじゃないかなと思いますけれども、うん、目標の立て方が間違ってるわけではない、なわけではないですね、うん、でこのぶっ飛んだ目標なんですけれども、この今日の授業の中でさっと立てられるっていう人はごくごく少数だと思います。はい、残念ながらやっぱりそのジグソーパズルでいうところのピースが何個か見つかったに過ぎない、うんうんうん、それを目標というふうにもしかしたら言ってるかもしれないんですよね。だからそのぶっ飛んだ目標をいきなりこう見つけようというふうに焦らないでいただきたいんですよね。なので目標は育てていく感じで、もうちょっとずつそのかけらをこう集めていくと、ある時これが自分の目標だみたいなふうに分かるっていう方もいらっしゃいますので、はい、いきなりちゃんとした目標を頭で無理やりこう ひねり出そうとすると大体失敗しますので、はい、まずは仮決め仮行動ってよく言うんですけれども、はい、ちゃんと決めないで、うん、まずは仮で決めて仮で動いてみましょうと。だから目標も、ぶっ飛んだ目標まずは仮決めという形でライトな感じで楽しくですね、うん、立てていかれるといいかなと思います。はい、承知しました、はい、ありがとうございます。亀井さんからのご質問でした、はい、ありがとうございます。では続いていきたいと思います。遠藤さんからのご質問です。自分は文字をたくさん書いてしまって、それを書いているうちに面倒くさくなってきたりします。シンプルに書くコツがありますか、というご質問です。いいですね。そうですね、同じようなことで悩まれている受講生の方がいらっしゃいまして、はい、私がお勧めしたのはストップウォッチですね。ストップウォッチ、ストップウォッチで、はい、2分とか3分とか測って、もうそれ以上は書いてはいけませんというルールにして、はい、すごい、自分で制限時間を決めるんですね。自分で3分ピーってやって、でその3分以内だったらいくらでも書いていいですよみたいな、はい、なるほど、そういうふうにこう自分でちょっと区切るということですね、はい、時間を、はい、どうしてもたくさん書いてしまうということであれば、うん、そういうふうに時間で区切るという方法もありますし、うん、そのデイリーページの枠も3つだけにするというふうに決めている方もいらっしゃいます、はい、もう 10個も20個も書いてしまって、うん、逆になんか未完了感が出てしまうという方もいたので、はい、はい、3つに絞るっていう方法かストップウォッチかみたいな、はい、そんな形でちょっとぜひシンプルに書いていただければなと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。遠藤さん、ぜひこの2つの方法を参考にしてみてください。ご質問ありがとうございました。はい、では続いてのご質問いきたいと思います。続いてですね、山本さんから、トゥードゥリストが多すぎて振り返る時間や心のゆとりも取れない場合にはどうすればいいですか、アドバイスください、というご質問です。ああ、トゥードゥリストですね、まあ、今日お伝えしているウォントゥードゥリストとはもしかしたら違うものかもしれないんですけれども、はい、やはり、うん、そうですね、多すぎて振り返る時間や心のゆとりも取れない場合はどうすればいいかということですよね。私であれば、3つに絞るっていう方法ですかね、はいはい、たくさん例えば20あるとしたら、はい、その中で本当に本当に今日やるべき3つっていうのを挙げて、その3つだけにフォーカスするということをやってみるといいかなと思います。その例えば20あったとして、その20をなんとかちゃんとやろうとすると大体撃沈しちゃうんですよね、はい、だけど3つだけ選んで、今日自分が大事だなと思う3つだけ選んで、まずはその3つにフォーカスするんです。それが実は10秒アクションと似た効果なんですけど、はい、だからついついだから、もしかしたらこの山本さんもちゃんとやろう、ちゃんとドゥードゥリストを掲げたからには全部ちゃんとやらなきゃって思っておられるのかなと思うんですね。だから10秒アクションの感覚で、その先ほどのジョギングシューズを履くみたいな感覚で、まずは3つがきつかったら1個でもいいので、まずは1個か3個まずはこう切り崩していただくと、意外とスッキリするんじゃないかなと思います。無理をせずにコスを決めてやるのが大事ですね、はいはいはい、ありました、ありがとうございます。山本さんからのご質問でした、はい、では続いていきたいと思います、
豊田さんからいただいたご質問いきます、はい、10秒アクションを決めるには目標を達成するにはどうするかという分析が必要ということでしょうかというご質問です。そうですね、10秒アクションを決めるには目標を達成するにはどうするかという分析が必要か。そうですね、 そんなにこう10秒アクションに関してはですね、そんなにこう、はい、こう真剣に考えるということはそんなに必要はなくてですね、うんうん、はい、で10秒アクションのいいところは、あの10秒アクション実行してみて何か違うなと思ったらまた別の10秒アクションをもう一回こうリトライできる、はい、うん、これがもし30分アクションだったらリトライ結構辛いと思うんですよ、はい、しんどいと思うんですけど、はい、10秒ゆえにですね、うん、あのもう一回仕切り直しが必要ですので、うん、はい、あのぜひ自分でその10秒アクションを試してみて違うなと思ったらあのまた違う10秒アクションみたいな形でどんどん臨機応変に、うん、あの変えていかれるとあの目標達成にフィットした10秒アクションというのがだんだんできてくるんじゃないかなと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。ということでこちらが豊田さんからのご質問でした。ありがとうございます。ございます、はい、先生のそのノートってちなみに実際の先生のノートですか？それは、あ、今日はちょっとそれ用のってことですね。そうですね、なるほど、はい、でも、はい、いやなんかちょっと実際のもしあったら見たかったなと思って。あ、でもあの、はい、まあ、本当に こんな感じでこんな感じで日々本当にそのままですけど、線を2本引いてで、はい、本当に私の場合はもう余白いっぱいある感じなんですけど、はい、3つずつ書いてます、うん、はい、ちなみに今日の朝も書かれます？今日も、はい、書きましたね。もし覚えてる範囲で教えていただいてもいいですか、はい、それに今日昨日何だったかな、昨日嬉しかったことは、はい、家族であの一緒にあの夕飯食べれて嬉しかったなとか、はい、はい、あとはなんかこう、久しぶりに会 う恩師とアポが取れて嬉しかったなとかですね、はい、まあ、そんなような感じで、こう Z でまた書いてます、ね、Z で書いてて最後10秒アクション で、はい、で10秒アクションあの今日お伝えし忘れたんですけれども、はい、10秒アクションもしあの実行できたって言ったら、はい、赤ペンでピュッとこう、はい、引くと、そうするとまた完了というか達成感が味わえますので、はい、やっていただくといいかなと思います。ではぜひ皆さんそのチェックも合わせてですね、はい、はい、やっていただければと思います、はい、いくつかねあの先生のノートが気になるという質問があったので、はい、持ってくればよかったですね。いえいえ大丈夫です、はい、内容を教えていただけたので、はい、はい、質問ありがとうございます、はい、そうですね、他にもまだちょっと来てたので、はい、ちょっと時間延長してお便りをお届けしたいと思います、はい、はい、そうですね、先ほど先生が赤で印をつけてるというのありましたね、はい、デイリーノートとかで、はい、そして岸本さん、仮決めで立てた目標はどんどん見直していって良いのでしょうか。そうです、そうです、もう OK です。見直していってどん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 あの育てるとお伝えしてますけれども、うん、どんどんバージョンアップしていっていただきたいですし、はい、でこのノートを実践していただくとどんどん目標が叶っていきますので、うん、そしたらまたもう一段上のとか、はい、もっと質の高い目標だとか他の目標をどんどんだからバージョンアップをどんどんしていって、うんうん、いただきたいと思います。わ、はい、かりました、ありがとうございます。岸本さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ではもう少し行きたいと思います、そうですね、こちらです、田村さん、ぶっ飛んだ目標に対して大きな壁がある場合それでも10秒アクションを続けていたら壁を乗り越えることは可能でしょうかといったご質問を。そうですね、モチベーション的にもどうかなどうかなといったところです、はい、ぶっ飛んだ目標に対して大きな壁がある場合、まあ、大体でも目標を立てるからにはギャップがありますよね。そうですね、はい、そのギャップを10秒アクションを続けていたら、はい、壁を乗り越えることは可能でしょうか、まあ、もう言い切れはしないですけれどもね、うん、でも乗り越えていけるように自分で PDCA サイクルを回していくっていうことが必要ですよね、はい、うん、だから10秒アクションが機能する場合と機能しない場合がありますので、はい、機能したらそれは続けていくことで壁を乗り越えることができるんじゃないかなと思いますけれども、それが効果的でない10秒アクションだとしたらやはり壁は残念ながら乗り越えられませんので、はい、自分にとってその10秒アクションがすごく機能しているのか効果が出ているのかといったところは検証する必要があると思います、はい、まあ、そのためにもやっぱり一回ノートで文字化して、はい、でどうだったかなってこうあの振り返ることで、はい、その自分の10秒アクションのクオリティが分かりますよね、うん、はい、そんな風にこうチェックしながら進んでいけば間違いなく前進はしていけるというふうに言えるかなと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。田村さんからのご質問でした、はい、ではまだまだいけそうなのでいきたいと思います、はい、山本さん、
過去のメモを見返すことありますかというご質問です。あります、はい、実は私ですねノート大好きでノート大好きってどういうことですか。もうねノートがね大好きなんですね。それなんですかノートフェチみたいな。ノートフェチ。そうですね。だからこうお店でそのノートを見かけると、はい、もうノートをこう、はい、もう文房具としてのノートが好きってこと。そうなんです。なので、はい、もうノートいっぱいあるんですよね家に。はい、妻からもよく叱られるんですけれども、はいはい、でもそのもうノートが大好きで、はい、ノートいっぱい買ってきて、うん、で過去のノートは全部ね取ってあるんです。何冊ぐらいあるんですか。もう本棚のように本棚3段ぐらいあるんですね。すごい。こんな薄いのに薄いのに、はい、はい、あって、で実はですねその過去のノートを見返すっていうのはすごく良くてですね、はいはい、そうするとやっぱり当時の自分の思いだったり、うん、こう一気にこう振り返ることで、はい、何でしょうね、その時のその文字のなんかこう殴り書き度合いだとか、うん、大きさだとか、はい、どんな色使いなのかとか、うん、いろんなものがやっぱりその筆圧とかになんかこうこもってるわけなんですよ、うん、そうするとその過去のメモをこう見返すことでやっぱり自分のその何でしょうね、大げさに言えば生き様みたいなものがちょっとこう、うん、ぼんやり受け出てくるみたいなこともやっぱりあるかなと思いますね。なのでよく見返してます。どういう時に振り返りたくなりますか。まさに今とかですね。今、はい、なぜかというと来年の目標を、はい、月末までに2018年の目標を今立てようとしているので、うん、そうすると過去のノートとかを今ひっくり返して、はい、過去にこう何か目標としていたことをなんかをもう一回洗い出してみたりだとか、うん、はい、そういった意味で今実は過去のメモを見まくってます。まさに今見まくってますね、はい、いいタイミングですね。はい、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。山本さんからのご質問でした、はい、ではあと一つか二つちょっと粘りたいと思います。はい、はい、ちょっと山崎さんの質問もいきたいと思います、はい、そのトライアンドエラーを永久に繰り返すと全く実力につながらないようにちょっと思うんですが、うん、1回のトライを粘る時間を伸ばしていくことも大事な気がしますが先生いかがでしょうかというご質問いただきました。あ、そうですね、例えば10秒アクションのっていうところですかね、はい、とかですかね、はい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 、1回のトライを粘る時間を伸ばしてそうですね、うん、なので、うんうん、ご自身でやはり何か思うところがあって、はい、これはちょっと何か粘ることが大事な、うんうん、っていう場面においてはもちろん、はい、コロコロ変えていっても何も進みませんのでうん、うん、はい、そういった時はもちろん同じことをこう大事なことは繰り返すといったところもすごく大事だと思います、はいうん、ありがとうございますぜひ、ね、その自分のそれぞれのその時の状況に合わせてね。そうなんですね。だからやっぱり自分の感覚というものをすごく大事にしていただきたいんですよね、はい、うん、こうやればうまくいくっていうことがあるわけではなくて、やっぱり今の自分にとってどうなのかなっていったところは常々考えていただきたいと思いますね、うんうん、はい、分かりました。ありがとうございます、ということでこちら山崎さんからのご質問でした。山崎さんありがとうございました。ありがとうございます、はい、では最後にですねちょっと先ほどいただいていた、はい、前の方だったんで忘れちゃったのとかあれなんですけれども、はい、先生の本を買うこれも10秒アクションというご質問いただいていました。そうですね、こちらいかがでしょうか先生。ぜひクリックしていただいて、はい、お買い上げいただければなと思います、はいはい、ではその流れでですねその先生の本というのを最後ちょっと紹介して、はいはい、またお知らせの方に行きたいと思います、はい、ございます。こちらですね、はいはい、本当に今現在の、6、7年プロコーチとして活動してるんですけれども、はい、今現時点での集大成をですねできるだけ分かりやすくこの本にこの先の場所は一冊のノートでなくなるという本に、込めておりますので、うん、ぜひ今日いろいろ気になったとかですね、はい、もっとしっかりデイリーノートを実践したいだとか、うん、ぶっ飛んだ目標の立て方をより詳しく、うん、知りたい、うん、あとはノート大好きという方はですね、はい、ぜひお手に取っていただければなと思います、はい、ありがとうございます、はい、こちらが英語著書のご紹介、はい、そしてもう一つですね、はい、あとですねそのノートじゃない、本の他にですね2つもあと2つご案内がございます、1つ目が本で2つ目が、行動イノベーションノートのホームスタディ講座というのがございます。でこれはなかなか自分自身がちょっと体一つですので全国を飛び回ることなかなかできませんのでこのぶっ飛んだ目標をどうやって立てたらいいのかというご質問がものすごく多かったので、うん、その目標の立て方にフォーカスして、詳しくですねご自宅で学べるような、教材を作ってございます、うん、なのでご興味ある方はこのリンクを飛んでいただいて、チェックをしていただければなと思います。で最後3つ目が、メールマガジンをですね、月に
数回なんですけれども配信しております。ここでまた最新情報ですとか、いろんな行動力だとか習慣力が上がる情報を、お伝えをしておりますので、無料でございますので、お気軽にご登録をいただければなと思います。はい、ありがとうございます。ということで先生からのお知らせでした。はい、こちらの URL の方はスク教務課からも流しておりますので、気になるという方はぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、以上で今回の授業は全て終了となります。はい、はい、お越しいただきました先生は目標実現の専門家、エグゼクティブコーチでいらっしゃいます大平信孝先生でした。大平先生、本当にありがとうございました。受講生の皆さんもありがとうございました。ぜひですね、この先延ばししないように明日から実践していってほしいなと思います。では以上で終了です。皆さんさようなら。バイバイ。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。